モーシェフェルデンクライスモーシェフェルデンクライスとは、ウクライナ出身の物理学者、柔道家、柔術家、イスラエルの市民権を持つ、イギリス国籍のユダヤ人、自己認識を基幹とした身体コントロール法、フェルデンクライスメソッドの創始者、別故障フルデン会。1933年、カノオジゴローと出会い、柔道、柔術を始める。百三十六年九月、 フランス充実クラブを設立。名誉会長に可能と、前年ノーベル科学賞を夫妻で受賞したフレデリック・ジョリオ・キュリーらを迎え、自らは、河合氏三木之助の日仏充実クラブ第一号門下生、初のフランス人柔道有段者であるモリス・コトロと、共に副会長の座に就いた。会員には、フレデリックの妻で、キューリー夫人の娘であるイレーヌ・ジョリオ・キュリーもいた。 河合氏とフェルデン・クライスは、互いのクラブで指導し、交流していた。1936年、河合氏から、柔道の黒帯を取得。一方で、ライターの吉田育子は、1939年2月10日に、河合氏から授与されたとしている。教育省のジャンゼー、クラブからは、ジョリオ・キュリー夫妻らが出席した、柔道の夕べで授与された。フランス柔道、最初の柔道有段者となる。 第二次世界大戦が始まると間もなく、フェルデンクライスは、兵役で、イギリスに帰国。兵役や疎開で換算としていた、日仏充実クラブを閉鎖した河合氏が、フランス充実クラブを引き継ぎ、技術指導の座についた。1942年、度重なる、膝の故障を機に、新しいリハビリ方法を模索し始める。1949年、 体と成熟した行動を出版。ありがとうございます。